エロー川は、フランスの川。エロー県、ガール県を流れ、地中海へ注ぐ。セベンヌ山脈の門、エグアルに源を発し、ガール県を横切り、エロー県を北から南に縦断する。セランヌ山地を通過するところで、エロー渓谷を形成する。いくつかの誤解に反して、エロー川の水量は豊富である。毎年1.3億トン以上の量が流れ、 わずか2550平方キロメートルの流域面積で43.7立方メートル S の流量がある。雨が多いと評判のオワーズ川流域が年1平方メートルあたり240リットルの流量であるのに対してエロー川は年1平方メートルあたり543リットルの流量がある。問題は川の流れが不規則であることである。 しばしばエグアル山地の秋に起きる鉄砲水と関連する。急な流れを規制するため、クレルモンデローにある支流サラグー川の治水を行う、サラグーダム、バイランにある支流ペーヌ川の治水を行うオリベット、ダムが建設されている。エローの流れは地中海に注ぐ、河口地点のアグドで観察されている。エロー川の比較的大きな流量は季節によって大きく変動し、 冬と春の洪水では58.5立方メートル S から67.4立方メートル S の間となる。6月から9月までの夏季は比較的流量が少なく、8月には7.5立方メートルのレベルまで月平均流量が減少する。ありがとうございます。